スノーマンの新 CM 告知が沸騰、逆風知らずのダントツ本数12本が証明するスタート社の稼ぎ頭。スノーマンがスポーツブランドプーマの CM に継続起用されることが明らかになり、多くのファンが歓喜している。スノーマンとプーマは2022年10月にコラボ商品が発売。2023年11月にはスノーマンが同社のアンバサダーに就任した。ジャニー北川氏、享年87の加害問題が勃発し、多くの企業が旧ジャニーズタレントとの広告契約を見直しましたが、プーマはスノーマンと引き続き契約することを決めたんです。それだけ彼らの影響力、人気が高いと考えたのではないでしょうか。女性誌編集者、プーマの公式サイトには、プーマ with スノーマンカミングスーン2024年4月18日オープンと意味深な告知がある。また、4月16日の目覚ましテレビ、フジテレビ系などで新 CM が紹介されると、X、旧 Twitter には、暖かくなって、外に出る機会も増えてきたこの季節に、嬉しいお知らせありがとうございます。ぜひ新しいスニーカーをお迎えしたい。プーマとスノーマンのコラボ CM18/4 はコラボアイテムが来るってマジ。わー、プーマさんの新 CM めちゃくちゃかっこいい。起用継続ありがとうございます。といった声が殺到。プーマ、スノーマンはトレンド入りするほどだった。12社契約、スノーマンはスタート社の稼ぎ頭に。ジャニー氏の加害問題を受けて旧ジャニーズタレントの多くの CM が消滅した。スノーマンでも、アサヒグループ食品のミンティアの CM がなくなりましたね。3月からは池田エライザさん、27、が起用され、一部ファンの間では、ミンティア不買運動も巻き起こったほど。